QK38 イグラ A、QK38 イグラは、ソビエト連邦が開発した、携帯式防空ミサイルシステム。NATO コードネームは SA、SA-18 グロース。初期型は QK310 イグラ -1 と称され、SA-16 ギムレットという NATO コードネームが、付与されている。また、発展型の QK338 イグラ S を、 ロシア連邦が開発している。ソビエト連邦は、近距離防空システムとして、1968年より、ストレラファミリーの運用を開始し、車載式としては 9K31 ストレラマイナス1、蛍光式としては 9K32 ストレラマイナス2が、配備された。しかし、特に蛍光式において光線化の多い木の狭さが、問題視されるようになり、 改良型の QK34 ストレラマイナス3が開発されたものの十分な解決には至らなかった。このことからソビエト連邦共産党中央委員会及びソビエト連邦閣僚会議は1971年2月12日付決議でソ連国防工業省機械政策設計局に対し新世代の MANPADS の開発を提示した。しかし 開発開始後間もなく、技術的な困難から開発が難航することが、明白となった。そのため、1978年5月6日付の、ソビエト連邦大臣会議官部会委員会の、軍事産業問題に関する第114号決定で、その保険として、簡易型の並行開発が採択した。簡易型は QK310 と命名され、 これをまず開発、配備した後に、完全版としての QK38 を配備する、こととされた。QK310 イグラマイナス1システムは、1981年3月11日付で、正式採用された。イグラマイナス1システムは、簡単に言えば改良した、ストレラマイナス3のシーカーを付けたイグラシステムであった。 使用する QM313 ミサイルは、ストレラ -3 システムの QM36 ミサイルと比べると、などの改良点があった。本システムは、イラク軍により湾岸戦争において実戦投入され、1991年1月17日、イギリス空軍のトーネード IDS を撃墜する、戦火が記録されている。完全版の QK38 グラシステムは、 1983年9月23日付で、正式採用された。イグラシステムは QM39 ミサイルを使用しており、空力設計やモーター部分は、イグラマイナスイシステムで使用していた QM313 ミサイルのものを踏襲しているが、アンチモンカ、インジウム素子と、硫化鉛素子を併用することで二波長誘導とされて、おり 妨害への抗換性を向上させている。本システムは、スルプスカ共和国軍により、NATO による、ボスニア・ヘルツェゴビナ空爆の際に使用され、少なくとも1機のミラージュ2戦を撃墜している。2004年には、弾頭を大型化するとともに射程を延伸した QK338 グラ S が開発され、SA-24 グリムチという NATO コードネームが付与された。 このほか、QK310 イグラマイナス1の輸出型のイグラマイナス 1E や、未マイナス24ハインドなどから発射できる、空中発射型 QM39 イグラマイナス1、ボルト、QK38 イグラの発展型のイグラマイナス1、M、傾向式ではなく、固定式の支柱発射装置、ジギートなど、もろもろの派生型が開発されている。また、 近接防空ミサイルとしての使用もあり、高額 FCS 連動の3連装発射機2機を中核にした 3M47 グブカシステムはブーヤン型コルベットなど新しい小型艦艇に搭載されている 3M47 グブカ。ありがとうございます。